金子です。今日は経営者について説明していきたいと思います。今日は左足上がりの傾いた状態について説明していきたいと思います。このチャンネルではゴルフの練習やコースラウンドに必要な様々な役立つ情報を配信していきます。ぜひチャンネル登録お願いします。それではスタートです。はい、それでは今日は左足上がりについて説明していきたいと思います。左足上がりというのはこのような傾斜のことを言います。左足上がりの場合は地面が左側が上がっているので、地面に対して平行に構える方法と、もう一つ傾斜に対してというよりは地球に対して垂直に構える、左足に少し体重がかかる、この2通りがあります。初心者のうちは少し左足に体重がかかっていた方が軸がしっかり左足にできて、この軸を保って肩が水平になるので回転がしやすくなるメリットがあります。なので左足上がりのアドレスは少し左足に体重をかけて、右足よりも少し左足を引いていただきます。そしてボールは左足上がりの場合は左方向に飛びやすくなります。なので目標よりも少し右に狙いを定めます。そしてボールを置く位置ですが、構えた後に軽く素振りをしていただいて、地面に当たるところにボールをセットしていただくと、そこが最下点になってきますのでボールが打てるようになってきます。最下点にボールがないと、例えば左に置きすぎてクラブヘッドがボールに届かずに逆に右に行ってしまったり、右に置きすぎて打ってきた時に先に面が開いた状態でボールに当たってしまうので逆に右に行くという状態が起きてしまいます。スイングですが、この状態からテイクバックはあまり振り上げずに胸の正面ぐらい、そしてフォロースルーはしっかりと体を回してここまで振り切らずに軸を保ってコンパクトに振ってスイングをするように心がけてください。そしてコンパクトなスイングというのは両足を閉じていただいて振っていただくと、あまり手がこのように上がらなくなってくると思います。スタンスを狭くして日常の練習では練習していただくと、左足のコンパクトな回転というのが身についてきます。決して傾斜地では左足に体重をかけているのに右に杖してしまうと杖が大きくなって、本来は左に行くはずのボールが右に飛んでしまうという現象が起こってきます。いかに軸を置いて肩を平行に回せるかというのが傾斜地でのうまくいくポイントになります。さあ、というわけで今日は左足上がりについて説明してきました。左足上がりについては、左足に体重をかけて軸を左に置きます。素振りの時に
地面にかするところにボールをセットして打っていただくとうまくいく確率が上がると思いますので、軸を保って左足に体重をかけてコンパクトな回転、この3つを守って練習をするようにしてみてください。それではまた次回の放送をお楽しみに。バイバーイ。